ね、その服気合い入ってるね。どこ行く？緊張した。こりゃべっぴんさんだ。わ、結構かわいい。かわいい彼女、僕とお茶しない？服に着られてる。まだまだ初心者レベルね。夜の夏の服、くれんな。着きましたね。ここはミツバチの館。代理人のアニアンクーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ティファを助けるためでしょ。待て。いい？するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよ。アニアンは人格者だって言ってた、あのマムガだよ。だからまっすぐ事情を話してみよ。当たって砕けろね。私たち観客も一体にならなきゃ最高のステージは生まれないのよ。ティファを助けるためでしょ。なんか緊張しますね。ええ、初めて SS 席が取れたものですから。半年分の稼ぎをつぎ込んで。いらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアンクーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ。アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ奥のステージへどうぞ。ステージ？ええ、さあ奥の扉までお進みください。ついに館に来る夢が叶った。何ですか？アニアンご指名のお客様ですね。お客様、初めてですよね。ダンスの練習しときますか？ダンス？なぜだ？アニアンからの指示なんです。ほら、こっちこっち。ま、待て。
ても隅に置けないね。兄やんに来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい、ツンツンしてる。Sweet here at the Honey Bee, and every moment is a シートダンスで証明してもらおうか。私について来られるかな。
いいね、キュンとしたよ。いいだろ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。本当の美しさは心持ち次第。いいかクラト、美しさに女も男もない。物おじせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、いいから来いって。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。じゃない、あの人びっくりしてたもん。